までやっってこなかかたのかそこだと思う。お前全然配信しないじゃんって思ってる方たくさんいると思う。それは理由があるんです。はい。お前夜全然やらないじゃんって。口だけがあって。まあ、思ってる方いっぱいいると思う。正直ね。うん。それは理由があるんですよ。 まずね、なんで配信がそんなにねあのできなかったかっていうとね、えー、忙しかったもありますシンプルにあの長野県行って、まあ、税金関係とか市役所行って手続きしたりとか結構してるのよあのその日に長野県行って次の日には東京行ってるとかね そういうことが多々あるんですよあ。ありがとうございます。で、なかなかね、あの、ふわっちができなかったんです。っていうのもあるんですけど、もう一つあって、やっぱり、被害者の方。ね。俺がさ、まあ、事故だけれど、政治と相撲した時に、 後ろに倒れてしまったねリスナーさんが骨を折ってしまったそれをさやってしまった部分に関して意気揚々とね調子,こ調子こいて放送していい放送していていいのかなっていう部分言ってることわかるそこもちょっと配慮に配慮したんですよ <laughs> はい 反省してないとかね、たくさんボロクソに言われると思って。で、ナイスの剥奪って、あのー、怖かったから配信できなかったっていうのもある。パチンコはね、ほ当とんやってない。いや、やりたかったけど、あのー、大阪行ったり、長野県行ったり、もう点々としてたから、もうほんとにね、パチンコは触ってない。ほとんど。 わざと踏みつけたのそれも語弊があって踏みつけたんじゃなくて俺が押した誠治さんの背中に足が乗って折れたっていう話ね踏みつけたというその怪我の部分に関しては間違ってますはいそこはうんでなんて言うんだろうその被害者の方とは連絡取り合ってて とりあえず今日連絡返ってきたんだよ内容を見ると徐々に少しずつだけど回復しているということらしいです、えー、今ね2 5ルから3 0ル歩けるようになりましたって連絡が来ただからちょっとずつだけど回復しつつある、まあ、松葉杖ついてね歩いてるらしいんだけど でまだ入院中でそこでまあ多分1ヶ月ぐらいの入院か2ヶ月ぐらいの入院だと思うんだよねで不安なのがその慰謝料の話どれぐらいいくのかなっていう治療費はねもちろん出すつもりはあるし当たり前のことなんだけど 慰謝料ってどれぐらい行っちゃうのかなっていう不安があるそういう話も本当はね早めにしたかったんだけどするとさ「お前の慰謝料の話よりナイス剥奪の方が大事だ」っつってねアンチがねナイス剥奪のために工作するんだよ通報入れたりとかだからそこで「わされるの嫌だな怖いな」と思ったから配信が怖くてできなかったんです うん <laughs> だからおとなしくおとなしくしてた6月の、えー、始めら辺にやようやく100万円入ってそれでまあ配信のね部分に関してはできるようになったんですけど <laughs> はい まあどうなるかって話ですよ。言い訳はいいから、銀の狸さん、お前、別に俺のとこに投げてないだろ。銀の狸さんはさ、俺と同じだから、偉そうに銀の狸のね、匿名使ってんじゃねえよ、お前。偉そうに。俺も銀の狸だからな、ちなみに。お前は俺ほどのレベルでしかないんだから、金の狸で書けよ。 マジであ、金のたぬきさんすいません。っていうことですよ。まあとりあえずそのいくら出すかって話はまだしてなくてまああのリスナーさんがまあ骨を折ってしまっている状態の部分が終わるまでは退院するまではその話は一切触れてません。はい。だからちょっとわからないっていう状態ですそこは。 なので、まあ、そこら辺はね、もう皆さんね、まだ、あ、チク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 言ってくるやついるけど、これだけはやしてもらいたいんだけど、わざとじゃないんで。はい。そこだけ分かってください。もう永遠とね、放送やってる最中にずっと言ってくるバカがいるんだよ。めちゃくちゃしつこくね。しかも無関係なのに。 どの目線で喋ってんのかわかんないけど。ええー、だから、そういうやつに限ってね、あの、俺を陥れたいってやつが、あの、まあ、見えるから、俺はもうそいつとはとことんやるつもりです。だから、それに対して文句言ってるやつに対して口悪くなると思いますけど、お気に入さ、お気に入なさらずに、えー、スルーしといてください。 本当に本人同士の話なんで第三者がねしかも関わりもない第三者が口挟んでくるんじゃねえよとうん俺は言いたいねそこはやっちゃうとはブロックです具体的にブロックぶち込みますええ当たり前じゃん ブロック入れて、もう俺、あの機能オンにするから。ブロック二度と解除できない機能オン。ええー、もう見に見に来なくていいよ。はい。なんか俺も、なんかね、もう悲しいよね、ほんとに。うん、知ったかのやつが多いから、俺に対して。だからムかつくんだよ、そう、知ったかのやつも。ね。パレリスでも何でもねれよ、ほんとに。 今、相手がダダをこねたとか、俺がダダをこねたっていう部分で、二人ともまだ現在トラブルになってないんだから、そこに対してぐちぐち文句言わないでよ。揉めてないんだから、ね。まだその話にもなってないから、その話に出てどうなるかっていう段階だから今。ね、俺がダダをこねてたりとかしてたらね、言ってくれたら言うけど、払うもんは払うって言ってるんだから。 そこら分かってほしいよね。ほんとに。お前らのは、俺がダダをこねていたりとか、してる部分に関して、文句言ってるだけなんだよ。こねてないのに。いくら払うのわからないよ。いくら払うか。ああ、ちょんまろさんありがとう。しかも俺ね、あんまこれ言うなって言われてるけど、 もう直近で来るからねええー、またそれでいろいろあるんですまあ言うなって言われてるんで言いませんちょっとまあ税金関係でいろいろあるんですよはいただゼロワンとか政治は金払うって言ってくれてる優しいよねうんまあいくらになるかわからんけど <laughs> まあちょっとね 不安ででしかないですだから今年はどれぐらいお金飛ぶのかわからんからないざんまなわけないだろう、うん、パルちゃんの振動が心配ですありがとう <laughs> ええまあ俺は心配ですよぶっちゃけっていい政治とはバチバチスパークと戦うんだけど <laughs> あの時俺がやらかしちゃったじゃんねっ で、病院行ったんだよもちろんね骨折ってしまったから政治と俺で2人でさ救急車乗ってで折れてる方見て「大丈夫ですかすいません」って「うん」みたいになっててで待ち合室みたいなの待ってたんで政治と俺ででその時に横に佐々木さんがなぜかいたうん、なんかヤスポンさんっていう方がアルチュ中になっちゃってその付き添いで佐々木さん来てたらしい。 たたたまたまあったんだけどそこはでイジがね「やこれ大丈夫だよパルちゃん」っては実はねあんな薄情な人間だと俺は思ってたんだけど慰めてくれたんだよ「うん俺も悪いから」つってだからイジに関してはちょっと正直言うと精神的な部分で支えられた部分があるぶっちゃけ言うと。 一緒にホテルも泊まったんで、俺がとってたホテルで、その時もなんやかんや励ましてくれてたんで、あだから、実は誠司さんに関しては、なんか、あの、心をね、支えられたっていう部分があって、ちょっと実は感謝してるんです。めちゃくちゃ。はい、やっぱ、そばでね、声かけしてくれるから。 聖司は一緒に泣,泣いてたいや、見たけど動画。俺も泣いたけど、せいさんは、なんか俺が泣いた姿が面白かったのか笑ってたよ。うん。それでなんか、ねえ、俺の嘘、なんか俺の泣き方も嘘泣きだっつってね、なんか二人ともなんかコメント欄に叩かれてた。嘘泣きじゃないんだけど、あれは。 にやけてたのか。ってことですよ。だからまあ、ね、今日あの夜放送するから、その話もしなきゃなって思って、ちょっとその話題にしたんですよ。ええー、僕もちょっとお酒飲んでね、あのー、調子こいでました。本当に。テキーラー、10杯ぐらい飲んだのかな。うん、それでちょっと調子こいちゃったね。 もうお酒はねあのー、もう本当飲まない人なんだけどねやめます本当にお酒は飲みません極力ね失敗するんではいだからもうなんか俺と会うと骨折られるぞとかねなんかそうやって威嚇してくれるコメントあるんですけどまあ控えてな控えなさってくださいよそういうコメントもえん、ー、とに怪我してる人いるんで アイテムありがとう。あのね、敵やラ10杯飲んで、酔っ払ってたけど、そんなベロンベロンじゃなかったんだよ。でもなんか気が強くなってて、その後ろの背後を見る、その、部分なかったんだよね。うん。ただ調子乗っちゃったっていう。じゃあ、せいさんと相撲するということしか考えてなくて、 せいし、相撲するぞってなって、やる流れになって、せいさんが荷物を預ける前の段階でもう、冬打ちに突っ込んだんで。そしたらまさか後ろにリスナーさんがいて、折れちゃったっていう。なんだよね。もう明らかに俺が悪いよね。どう考えても。冬打ちだったから。で、こんなこと言うと不謹慎かもしれないけど、まあ冬打ちだったとしても、 俺はせいさんに相撲を勝ったんです、はい、なのでスパークはせいさんでやりますけど期待しておいてくださいパワーは俺の方が強いんですええー、なのでねスパーク8月の27日の夕方の7時から5時からね始まるんで期待しておいてください えー、だから本当にまた不謹慎になっちゃうけどまあ、ボクシングルールらしいんだけど生さんのね骨をねあのあまあちょっとこれやめとくわいいよな、うん、まあでも誠さんを怪我させてしまうかもしれませんそれぐらいパワーがあったっていう部分だからええー 政治強いよ、はっきり言うけど。ボクシングルール、そう。なんかね、原田しきさんが借りたリングの、そのジム、ジムが、やばいんだって。うん、だから総合やれる環境とかじゃなくて、デブ2匹が、その、ジタバタできる環境ではないらしい。だから、拳だけでっていう風に限定になった。キックボクシングもダメ、総合もダメってことで。 だからボクシングなんだよ。だからヘビー級のボクシングが始まる。まあぶっちゃけ俺はボクシングの方がいいけどね。うん。ただ、ボクシングは本当にもう何て言うんだろう。拳だけだからさ。多分お互いダウンは取れないんじゃない下手くそだからお互い。相場だったら突っ込んでね、こかして関節決めれるけど、 多分無理だと思う。ボクシングダウンは。多分判定に持ち込まれると思う。あとスタミナと。ただ座ってるやつは勝てませんよ。あのな、言ってよくけど、政治と相撲対決して、俺勝ってるからね。負ける気はしないよ。で練習は原田よし樹さんの練習会に一応参加しようかなと思ってる。 その時にどうかっていうのを判断してほしい。赤組で出るから。ええー。でね、あの、パレリスの皆さん、<laughs> 朗報です。メタル社長がね、スポンサーになってくれるんですよ。20万円分の。で、俺のスポンサーになってくれるらしくて。で、その20万円分の2席のね、あのー、まあ、席をね、 あの、メタル社長は行かないらしくて、パルリスの皆さんにあげるって言ってくれててさ。えー、パルリスの皆さん欲しい方いますかええー。あのね、もう本当勘違いしてる方いるけど、メタル社長は関係ないんだから、そのメタル社長に対しての治療費当てろとか、メタル社長がね、20万で買ったやつの席をリスナーさんにあげろとか、もうそれはおかと違いすぎるからね。 俺がスポンサーになって俺があげるのはわかるけど、メタル社長が買ったものに、メタル社長が俺が怪我させた人に何かをするなんていうのはありえない話だから。ね。全然違うからそこは。何を言ってんのかあなたの、炎上ニュースやってるたびに思うんだよね。そう。だから、それは間違ってるから。やめてくださいね。 俺がスポンサーだったら、それ俺がやらなきゃいけないけど。人間ドックは7月の10日で、ね、頭の異常と胃カメラします。8万円だって、1人。8万円の診断料らしいです。これなかなか高いよね、8万って。1人ね。 8万。で、麻酔もしてくれるらしいんだけど。で、この8万円は、ゼワンさん持ちです。ゼあ。ワンさんが持ってくれるらしい。<coughs> <coughs> うん、だから、いい会社だよね。ぶっちゃけ。火薬さんは分からん。 ちょっと分かりません普通当たり前普通当たり前じゃないよ。はい。行くふりしてえば行きましょう。あ、うサナの R さん。お疲れ様です。行くふり。いや、もう胃カメラしたくないんだけどね。<laughs> でも、ね、あの、ドタキャンできないですよ、本当に。 もうだからさ、2時間ぐらいでできるらしいから、やってくる、ちょっと。うん。で、今日の本、本タイトルじゃないけど、ね、売れるやつと売れない講座しようと思ったんだよ。で、配信者で売れたいやついるか売れたいってやつ、ええー。 売れる講座するよ興味がないあそうですかす,すいませんじゃあいやお前の話来ても売れねえよってうん自分の心配しとけアホいやあのさやっぱ先輩の配信者のアドバイスは聞いといた方がいいよ今後配信者としてやるならねっ お前売れてないだろいや、売れてるでしょその、バンって売れてないよあのね。でも俺の実績っていうのは、もう、数年、長年やってることだよね。ずっと、なんて言うんだろう。5、6年、ずっと一定数でホテル生活できているという現状。それは売れててお金を稼げてるからっていう部分だよ。 ね。だ売れてるんだよ。売れてないって言ってるやついるけど。えー、他人のネタをこすり続ける、コロボコロボコロボ、色恋営業。まあ、ふわっちはそういうイメージがあるね。でもさ、ふわっちだけじゃなくて、他の配信サイトもそうだよ。うん。実質本質は一緒だからね。YouTube も TikTok も。 どこの放送サイトでもやっぱ他人のネタが一番盛り上がるよね他人に対して自分が思うことがあるっつって自分の思いを語るのもうん人の不幸の蜜の味なんだよあっご子ありがとうおタクの、えー、従業員火薬樽のクレームはこちらで受け付けてますかあー受け付けてますよ 32353、金のたぬきさん、ど、どないしました話聞きますよ。うちの、カーさん何かしましたか一応配信歴で言うと先輩で、ナオニーって呼んでるんですけど、何かあれば僕、直接電話して言いますけど、はい。脱税はしてませんはっきり言います。してないですやめてくださいね。脱税とか。でもね、 配信者で、これね、売れた人として気抜いちゃいけないことは、間違いなく税金払ってください。当たり前のことだけど、当たり前じゃないんです。ええ。僕が知ってる限り配信者で、税金を払ってなくて、後々、うわってなってる方、見てきてます。数千万円税金で来た人。ええ。本当に。 税金は間違いなく払ってください。来ます。僕の友達は本当、1600万とか、女性の配信者2000万来たりとか、払ってなくて。で、しかもね、これ全く怖いのが、国税局は、ふわっちの配信サイトを全て把握してる、配信者を。 俺ね、ちょくちょく DM でさ、あの、連絡来るんだよ。シルバーランクの人とか、そういうなんか、えー、ゴールドランクの人からね、連絡来て、パルさん相談がありますと。あ、10個ありがとう、レオレオさん。で、何ですかって聞いたら、私、シルバーランクなのに、税金の紙が届きましたって。 シルバーランクって平均月収大体10万から20万なん、二十万円ぐらいなんだよ。ね。それが来たらしい。ああ、だからもう国はこのフワッチというシステムをどういう配信者がどれだけ税金を払ってないかも把握してる。ええー、間違いなく。ネタじゃないよ。本当に来てるんだって。 いや、今更かよって知らない。だから、売れるっていう部分で、もし売れた時の注意事項を言ってるんだよ。注意事項で。そうだよ。ふわっちは全部出してるよ。うん、もちろんだよ。でもね、あの、別にそれでさ、なんもならないでしょって思う方いると、なります。まず銀行を凍結からがら。 俺の友達の配信者が銀行凍結食らったんだよ。で、お金一切下ろせなくなったと。今現在凍結食らってる人は税金じゃないけど関慎吾さん。裁判でね、一千万ぐらいのなんか仮写真をさえ食らってて、吉江さんを馬車馬のように働かせてます。ええー。お金下ろせない状態で。 あ天然さんもねそう税金の差し押さえ食らったって聞いたお金ね銀行からなんか差し引かれてたって言ってたよええー、でそれはまだ優しいんだよ天然さんの銀行から差し引かれるのはねそうあの一番ひどいのがやっぱ不わっちのポイントが凍結食らうことあだからうお金が一切下ろさなくなるんだよ だからもう負のスパイラル。一生懸命こうやってイベントで稼いだお金。まあ何百万稼いだとしよう。じゃあお金銀行の方に移そうかと思ったら移せないんですよ。凍結食らってるから。だからそれが一番痛いね。はい。ああ、フリーダムさんありがとうで、 でもね、あの、その配信者の方聞いたら、まあ、生活費の最低部分のポイントは下ろせるようになるっていうふうに言ってた。なんか10万円ぐらいは下ろせるっていうふうに言ってたね。あと他の税金にパッて持っていかれたって言ってたよ。うん。住所不定じゃないからね。言っておくけど。じゃあ、住所置いてます。はい。その住所不定という呼ばわりやめてね。 俺あの保険証持ってるから悪いけどね保険証持ってるんで住所不当でも何でもないんでね変なこと書くのやめてもらっていいですかはいでまあそういうことだからまあ間違いなく売れる方ね売れたとしても税金は支払いましょう 逃げ切れません国税局これもう配信者が言ってたけど一人一人ねもうみんなチェックして知ってるって言ってたじゃんええ本当間違いなくチェックしてます経験経験経験してる俺から言わせてもらうと間違いなく本当にもに全部全て把握してる金の動きを怖いのがあのね ふわっちのポイントって、あの、ふわっち運営から銀行に直接渡すっていうのが、やり方があるんだけど、ふわっちポイントを別のポイント会社の方に移して、ポイントにすぐ変えれる方法があるんだよ。それがペックス。あ、うん、そのペックスっていうのも把握してる。<laughs> さらに、 ね、リアルペイって言ってね、銀行のカードや通帳を使わなくても、下ろせるシステムがあるんだよね。最大、なんだ、50万ぐらい ?1 回10万ずつ、5回下ろせるっていうや,やり方なんだけど。それも把握してます。うん。だから、どんなにね、所得隠ししても無理ですよ。はい。きついです。 全部見てます。はい。だからもう税金は絶対に支払いましょう。うわぁ、花火大会10個ありがとう、レオレオさん。レオレオさんが T シャツ買ってくれたんでしょメルカリで。大事に来てね。うん。いや、それはさ、あの、別にね、すぐ稼いですぐ税金払ってどうこうという話じゃなくて、 来年の3月のね、確定、二月、三月か、三月の確定申告までちゃんとしてればいいんだよ。だから、俺、税理士さんに言われてるのは、ね、まあ、40%ぐらいのお金は残しといてくださいって言われてる。大体いいね。みんなも、稼いだ金は40%ぐらい残しときなね。ええー。本当もととんでもないことになるよ。 当たり前。お前ら当たり前って言ったら税金の金はちゃんと残してんのかうん。で、ホテル代もったいないすぎるって言うけど、家がないんだから仕方ないじゃん。ホテル代はもう、しゃーないよ、これは。毎日泊まってるよ。でもお金で困ってな、なかったらもうワンの家とかリスナーさんの家とか行くよ、もう。うん。 一応ね、あの、ホテルはね、ね、でも経費っていう部分だけど、全部が全部なるわけじゃないらしいから、どこまで経費になるかわからん。はい。っていうことですよ。まあ、だから税金のことでしたね。税金講座です、これは。ええー。で、売れるやつと売れないやつのね、配信者の違い講座ですよ、これ。ああ。 もう簡単、シンプル。ええー、売れるやつと売れないやつ。それはね、かね,かねしてるやつです。ええー。もうかね,かねしてるやつは売れません。まあ当たり前のことですけど。皆さんもね、そんなの分かってるよって思う方多いかもしれないけど、分かってない人多いからさ。ええー、社長は別にかね,かねしてないよ。 お前ないや、俺もそれはカネカネしてるようには見えるいや、俺でもさ、そんなカネカネしてなくない炎上ニュースやってナイスナイスじゃないの。別にアイテム投げてくれよなんて言ってなくねうん、ナイスナイスじゃないの。ナイス頼むよって。謙にやってるつもりだけどね。うん。いや 今日言ったのは、あまりにもイベントアイテムが飛ばなかったから、普通の叫びを言っただけだよ、お前。ねだってお前、イベント出たお前700ポイントって、炎上ニュース1時間やって700ポイントは俺多分初めてだよ、あんなの。ああ。あれ全然飛んでないなって言うでしょ。花火大会ありがとうございます。 ちなみにこれね違いがあってねお金をカネカネいきなりしてるやつがダメってことね配信者でリスナーさんを楽しませている状態軌道でカネカネ言ってるやつは別に問題ないと思ううーん面白きゃ投げるからねそう面白きゃ初めからもうお金が欲しいですとか言ってるやつは無理だね つまんないやつが金欲しいとか言ってたら無理なんだよ。ああ、20個ありがとう、めいちゃん。うん。だから今までの実績の部分を、やっぱ面白いな、この人つって投げる人が多いから、だから、かねかねしてでも投げてくれる人は、それ、生き残ってるってことだからね。山田の悪口ですね。山田はかねかねしてるの。見てないけど。 あのねやっぱ俺も視聴者側で見ることが多いんでやっぱ炎上ニュース探す時に名前を言わないけどさ面白くもないんだよでラジオ放送しててそれでアイテム投げないやつはちょっともう喋りませんとかねもうそういうやついるんだよそういうのは、まあ、ぶっちゃけ言うと売れないよねうーんなんでこんな傲慢なやつにあげなきゃいけないのと、ね、だから勘違いしてるやつはね飛ばないねアイテムは。 すごく。めちゃくちゃ勘違いしてるやつは。はい。<laughs> きっちりね、それは投げたくないわ。いるんだよ。なんかあのー、やっぱ昔は人気があったんだよろ。ね。名前も売れてて。で、アイテムも多分飛んでたと思う。もう300万、400万ぐらい稼いだ時期もあったんだよ。月にね。頑張ってたから。からその栄光があって、 で、ずっと配信やってるけど、だんだんつまらなくなってさ。で、お金だけの部分の、あの、最高到達点だけが残っちゃって、もうカネカネ言っちゃうんだよ。ね、あの時の面白さを取り戻したら多分ね、昔みたいに300万、400万稼げたと思うんだけど、その初心の味を忘れてるんだよ。ああ。 まさしくお前俺は何も変わってないです。むしろ、あの、変わり果てだよね。あの、ちなみに、これは俺ね、経験談で語ってるから。経験則で。俺は昔ね、もうはっきり言うわ。もう自分、今変わったから、ひどかったんだよ。ね俺はね、奈良県で、なんつってたと思う 炎上ニュースやる前にリスナーさん来ないやつはもう来なくていいからお前ブロックなって鬼のような形相してブロック入れてたんだよこれだけじゃないんだよ花火100発飛ばないんだったらお前 NG な気づいた列ラン10人でしたふわっちええー 俺のその時の平均閲覧は300人ぐらいだったんだよ。ふわってね。まあ、6年前の話。7年前の話。6年、7年前の話。暗黒時代だよ。ええー、閲覧順位になったからね。な、俺はもう考えさせられたよ。あ、これはもうダメだよと。ああね。 で、なったんだよ。だから、もう、今は、もうそういうこと言わないようにしてる。言わないようにしてるっていうか、もう忘れた。自分のことは。ええー、いや、ほんとすごかったよ。ツイキャスもよく聞いてたしね。あ、知ってる人多いのそうなんだよ。毎日のようにやってたよ。もう閲覧100、通知来たら100人は来るんだけど、 だいたい20分ぐらい経つと減っていくっていうか、まあ、30、40になるっていう。だったんだよ。このゆうさんだってね、多分その時が嫌いになったかわからんけど、リスナーさんやってて離れたんだよね。確か、アンチになったからね、このゆうさん。かっこいいからアンチになって、今かっこいになってるから。えー、だから性格変えてよかった。だから俺みたいになっちゃダメだよ、配信者の方。 ね。俺が言いたいのは、お前が傲慢になっちゃいけない。ね。リスナーさんが傲慢具合がちょうどいいんだよ。ね。その傲慢さをいじれるほどの配信者にならないと人気は出ないってことなんだよ。ええー。じゃあ売れるきっかけはどうやるのと。どうやったら売れるのって思う方いると思う。面白けなきゃ売れないじゃん。 その通りだよ。だから一番手っ取りは今最短で人気者になりて、で、お金も稼げる方法。ええー、面白いと思わせる方法。01さんの家にとつってください。これです。01さんがね、ネタに困った時によくネタにするんで。これはベストですね。ええー、癖がある感じに言ってくださいね。 えー、癖がないとダメです。うん。そうなんですよ。やっぱゼロワンの家に行った方がいいよね。ゼロワンハウスへ。って俺が言うとさ、まあ間違いなく、ね、あの来たときに、パルパルが言ったから来ましたって言うやついるじゃん。俺の名前出さないでね。うーさんありがとう。あ、トム池ねあ。正直、トム池の家はちょっと鼻がつくことがあってさ。 なんか、やっぱ自分の価値を上げてるのかわからんけど、まあ、金になることしたくないんだよね、トムソー,キトムソーヤは。で、ふわっちは人気ないけど、もう TikTok 行きますわ、みたいな言い方するんだよ。正直、ふわっちで人気がないやつが TikTok で人気出ると思えない、俺は。リスナーさんの気持ちをね、何も理解しないままさ、 TikTok 行ったって TikTok でリスナーさんの気持ちがわからないままで終わると思うよ。特に TikTok なんてキッズが多いんだからより純粋にねその発言一つ一つに文句出るからね。っ <laughs> 俺は思うけどね。えー、全スクの悪口言ってません。パルちゃんからら来ましたピンポンして売名したたピンンポて名いいの <laughs> やめてください。そういうのはちょっと困りますね。ねえ。 なおさんフォローもしてないですね。いちごあありがとう、ね。そうなんだよ。やっぱ売れるやつってさ、だから俺うまくやってるなと思うのはやっぱイキリストとか太郎くんとか、あと部長山田、あそこら辺のメインはうまくやったよね。ここ1年で。ねあれはうまくやってるよ、普通に。 イキリストは、なんだろう。まあ、ゼロワンと絡んでキャンプ配信したりとか、あとはいろんなとこで意外に何やかんや売名もしてるしね。そっから暴露系に行って、イキリストが暴露してくれるっていう部分でうまくやってるよね。で、太郎くんもイキリストと仲良かったから、そのたイキリスト繋がりでさ、ちょっとずつその、閲覧数とか分けてもらってね、人気出て。で、部長山田は何やかんや太郎くんとイキリストの間入って、 で中立で部分ができたから、そういう界隈を作ったのがうまいよね。本当に。あのね、配信者は界隈作った方がいいよ。俺はワンライブ界隈ね。えー、ゼロワン中心の星にいるんだよ。その星に01が問題を犯せば、ね、こうやって話題にできるし、話題にもなるしね。こういうの大事だよ。一人でやっていけないから、ふわっちは。 やっていける人もいるけど、でも簡単なのは、やっぱグループ作ってやるのが一番いいと思うよ。だから、ヨッサンファミリーとかもね、中ちゃんとか不祥事起こしたらさ、ヨッサンが話題にしてくれたり、ヨッサンがネタにしてくれたりとか、あとそのファミリーの方々を話題にするから、やっぱ話題にはなるよね。全一くんも今、会話作っと、作ろうとしてるじゃん。全一会みたいな。あれはね、正直いらないと思う。うん。 あの、配信者集めないといけないのリスナー集めてどうするのねえ、そんなの。見えないじゃん。配信者のか、界隈作れよ。意味ないよね、正直。全員使いなんて。いるの、そんなの。甘えたいっていう部分で作ってんのかな。そういうことも考えてないか、あれ。 リスナーさんでなんか固めてる6人ぐらい。うん。いやだから、やっぱ一つの星にでかい有名人を突き立てて、その人がよく問題を犯したら、まあうんこのね、うんこ食いじゃないけどさ、落ちてきたものを拾って、ネタにして閲覧を増やして、それで好感度上げて、アイテムもらうっていうのが一番、このふわっちの中で主流だと思うよ。ね。うん。 そこが俺はそう思うよだからやっぱりどっかのグループに在籍するのが一番いいんじゃないかな俺は人気キャスネシも使わないとなそうだよだからどんどんニコ生とか追ャスも巻き込んで作っていけばいいんだよ界隈いをえ うん、もう今このご時世ね、一人でやっていくのは限度がある。だからデコルト姉さんはすごいよ。一人でやってるからあれ。ね。ぶっちゃけ言うと。ただ閲覧音とかそういう部分ではないから、ナイスは多いけど。まあ、閲覧で人気者だっていうふうに、そういうふうに思う方は、やっぱ有名な配信者のファミリーに入ることを勧めるよね。 ああ。女の子一人で人気出た人って、ふわっちで、多分ね、もんちゃんぐらいじゃないかな。ってか、デコルテ姉さんまだもんちゃんには届いてないと思う。昔のもんちゃんすごかったからね。一人で、ね、なんかあの、やってて、えつら二千人、ナイスもうトップクラスに三千、二千とか集めてた。ナ,ナちゃんクラスだって。本当に。 でも急になんかモンちゃん人気なくなったんだよ。あれ何なんだろう一体。すごかったんだけどな。うん。急にね、ガクンって落ちたんだよ。あれはなんなんだ一体。モンちゃんは。めっちゃ人気だったんだよ。すごかったよ。モンちゃんが配信やったら、ゼロワンが配信しようが、ヨッサンが配信しようが、俺が配信しようが、ヨーブンが配信しようが、 閲覧削れたから。で、えつら2000人だったからね。で、ナイスも2000ぐらいパーンと集まって、ナイス1位取ってたからね。でもそれ、人気は出たんだけど、1ヶ月ぐらいで終わったんだよね。な、う、ぜ、ん、か知らないけど。ああ、1ヶ月ぐらいで終わってた。 おもろないからいやそんなことなかったよ。女性にしては話聞いてられた人だと思うけど。ダメじゃんいやダメというか、なんでだろうなっていう部分でまだ謎に包まれてる俺は。ああ、なんかね、その時、て、なんか、あのね、モンちゃんが、 なんか、口だけのやつっていうので、なんかね、誰かが叩いてたんだよ。忘れたな。誰が叩いてたっけあ結構ボロクソに叩いてたやついたんだよ。名前はね、いたんだよ。誰だったかなえっと、誰だったかないたんだよね。何人か。忘れちゃったけど。あ、香川さん叩いてたのあそうなの香川さんだったかな 結構ね、言われてたんだよ。だから敵も多かったからね。うん。違うよ。な、何が違うのふさん。あ、養分だったかな誰だったかなちょっと忘れちゃった三3年前だから。<laughs> 3年前。ナイスの時だけふわ来て、ふわみん敵に回したそうだったっけ その時はまだふわっちしかやってなかったと思うよ。ツイキャスは後でシフトチェンジしたんだよ、モンちゃん。うん。まあだから、やっぱね、モンちゃんその時いい人だったんだよね。もうめちゃくちゃ正論も言うし、あの、曲がってないっていうイメージがあったんだけど、どっかちょっと曲がったんだよね、なんかの話題で。うん。で曲がっちゃって、そこで人気が落ちたのかなって俺は思ってる。 何の話題で人気が落ちたのかちょっと忘れちゃったけど、これも3年前だから、覚えてるそう、なんかね、自分の信念が、なんで、なんでイベント出ないだったかなうん、イベント出ねえみたいな感じでイベントのことを批判してた気がするんだよ。だから、その後にイベント出ちゃって、なんか違うんじゃないみたいになったんだよ。それで、配信者の界隈の方々がめっちゃディスったんだよね。 お前は言ってること違うじゃねえかって。そんな記憶があるな。うん、そんな感じだった気がする。ちょっと覚えてないけど。うん、お前もイベント出るの、いや、出させてくださいもうダメですって生活かかってるっすって !10 個ありがとううーさありがとう大好き えー、そういうことあったね。本当に。あとは、そういうタイプは、ゆいがさんかなうん。ゆいがさんは、まあもクズだったから、それ言っても人気は別に落ちはしなかったんだけど、まあ逮捕だね。うん。リカピーに殺されされて捕まって。で、ポイント、なんか100万ぐらい没収みたいな。かわいそうに、ね。ゆいガさん。 だから、ポイントは、あ、そうそう、人気が出て、ポイントをね、こう、残して、こうやって見るのも、眺めるのもありかもしれないけど、俺、アドバイスするのは、即刻ポイントお下ろしとけ。うん。あの、ポイント持ってても税金だから。ね。関係ないからね。ポイントでそれをもらった時点でも税金かかるから、もう、銀行に入れといた方がいいよ。本当に。何百万稼いだっつって、ね、そのポイントを残すより、もう即刻ね、 毎日のように銀行でお金を移動させてた方がいい。いつ自分がバンになるか分からんから。はい。だからそこはちょっとね、そう思うよ。<laughs> え、ワンやらかしそうで、大失いっぱいがないよね。うまいと思ういや、大失いっぱいだらけだよ。うん。それは最近来た人かな。大失いっぱいから、 なんやかんや、あのね、人ってさ、ぶっちゃけ、ま、ああの、本当にね、犯罪とか他人に迷惑をかけたっていう部分に関しては、その時みんな批判するかもしれないけど、実際、もう他人事だからさ、時間が例えば風化されるから。俺はね、炎上ニュースやってきて分かったのが、仮にね、まあ、ひどいことしたとしても、なんて言うんだろう。 やっぱね、風化されて、ま、ああの、なんて言うんだろうね。まあ、みんな忘れるよね。うん。だし、大失敗から、あの、不死鳥のように復帰したのがゼロワンだから。正直。ええー。だから、一番大事なことは、バンにならないこと。で、配信をやり続けること。それだね。そこしか考えようがないね。 俺だっててやらかしてるようん実はパルパルが一番堅実で一日晩しかなってないそうなんですよマルコさんと通話したぐらいしかなくて俺1週間3日とかない1回もだから優秀な配信者なんですええー、優秀な誠治は3日間晩あったよ ミスター M さんドクター M さんのなんかアダルトチャットみたいなアダルト動画の誘導で3日番組らってた。で俺はあのマルコさんの連絡して1日番だから軽いんで。めちゃくちゃ軽い。えーあ、足折ったくせにツンツン障害案件あのね、事故だから障害ではないんだよ。ね。 何て言うんだろうなんか難しいなんか単語だったでちなみに警察も来て取り調べ受けてるから俺あともう警察が決めるんじゃないのそういうのはねなんだっけねちょっと忘れちゃったけどはい 火薬さん A 番社とコラボしても番にならんやん。あれも忖度だね。あのね、俺思ったんだが、あの、ふわっちは、一人一人に有名な配信者に担当はついてるんじゃないだから、プラチナプラスとか担当いるんじゃない一人一人に。俺はそう思うよ。いるんじゃないの頭が8時だよ、全員集合。 カズヤさんが A 番って言ったらカズヤさん A 番じゃないんじゃない一回やってみたらカズヤさん。適当なこと言うなよ。あ、じゃあ正直言うわ。もう別に3、4年前の話だから話すけど、俺ね、あの、運営を元運営でやってた人と麻雀したことあるんだ これ出さなかったけど今まであのその5年前ぐらいの人なんだけどね <laughs> 元運営でふわっちのねで辞めちゃった人その人の話を聞くと担当はいるらしいようん俺はいるって聞いた そう。俺聞いたよ。いるって。いや、何回も聞く。これ初めているんだよ。その運営さんとマージャした話は何回もしてるけど、担当がいるって話は一回もしたことがない。うん。俺が言ったのは、これは言ってないね。言ったっけ俺。ラーメンじゃないよ。もう外すよ、お前。 頭に来るから。ねえ。い外かげにしてよ。ラーメンのコメントしかねえから、お前、コメント拾いづらいわ。なあ。これでも突っ込まないでしょうん。これ、誰か誘導してる嵐を。誘導してるだろ、これ。なんでこんなコメントになるんで。誰も真剣に俺の話聞いてないじゃん。 なあやめてくれよガキみたいなコメント。<laughs> せせあ、うん、いや俺が聞いたことがある内容としてはそれとあとはなんかやっぱ番になると作戦会議みたいななんかエヴァンギリオンでね作戦本部会議みたいな感じでやるらしいよ。 A 番にするかかというその裁量をかけてっていうのを聞いたことがあるうんらしいよ <laughs> やっぱなんか会議やるらしいよ番になって A 番にするかどうかの重たいやつはうんでよっさんがあのふわっち運営さんにめちゃくちゃ好かれてるって聞いたことがある <laughs> 俺はね めちゃくちゃ好かれてるらしいよ。だから、よっさんはあんまンにはそのならないって悪口言っててもって,っていうふうに聞いたことがある。それぐらいかな <laughs> あ、うちのラーメンをね、あの、僕、指突っ込んで入れるタイプなんで、我慢してくださいね。 あ、イダムうちやってないんですよ。あ、レバ,レレバニラ炒めはね、あの、やってないです、こっち。ラーメン一本なんで。ええー。あの、ニンニクマシマシしかやってないんでね。すいません。申し訳ないです。ええー。あの、僕、今、真剣な話してたよね。絶対に。 なんでラーメンの話になってんのこれ。俺パラレルワールド、パラレルワールドで入ってる、これ。これ俺の世界じゃない今。どの世界線入ってるねえ、ラーメンの話してなくね完全に運営の裏話を今してるのにさ、結構重大な。誰も聞いてねえよ。熱く語ってるのに。で、あとは、なんか下移したら一発番だって。 うん。っていうの聞いたことがある。ちなみにこれは麻雀っていうのはさ、悪いけど、二人でやれるもんじゃないから、有名な配信者もそこに同席してる。だから俺の言葉は嘘じゃないです。本当に嘘じゃないからね。嘘つきだって思ったやついるもしかして。嘘つきじゃないからね。 いじさんいないです。あのね、ツイキャスの有名な配信者だから。<laughs> 本当に。誠司さんはもうマージャン嫌いになった。なんか俺と打ちたくないらしい。うん、長いし、負けるらしいよ。だから嫌だって言ってた。マージャンはもう誘われない、俺は。強すぎて。 本当に。マジで、マージャン強いんだよ、さんまは。勝てるやついないんじゃない、俺と。やって。予算もう怖くてできねえって言ってたもん。うん、相当強いんだよ、俺は。健康マー,マージャンだけど、長くてずっと負けっぱなしだからストレスたまるんだって。うん。えー、湯切りしてますよ えー、ちょっと待っててくださいラーメンの話はもういいっすかイラつくんで。せっかく話変えようとしてるのに。誰が筆頭トこれラーメンの話したのこれ。筆頭。誰が言ったのこれ。筆頭誰なのこれ言ったやつ。ムカついてくるわ まあ俺怒らせるなよえっく君めちゃくちゃ閲覧多いじゃんなんでなのこれえっあまちゃさんでこんな閲覧多いよおおえ誰か有名な配信者と絡んでるわけじゃないよねあやばいなんでこれマルさんって人俺フォローしてるんだこれこれ全然フォローあの下意味わかんないんでねこれは外しときます えー、全然フォローしてないんでねここ間違ってますえー、アイテムいやこれね別アカなんだよだからあの全然違うアカウント名でやってるから配信用じゃないからみんな知らないやつだからブロックされてないやつね、うん、中村くん誠治俺淳くん なつらわん,でこんなに辛いの俺ひどばさんになったんだけど敦君押したのにえちょっとこうバグってる俺の携帯おかしいよねうんよっかしいなはい この文句言ってるやつじゃあ警察に拘束されそうなふわっち配信者を配信者を取り上げてください捜査線上で参考しますから CIA さんえー、CIA ってふわっちにいるの警察なの CIA は淳君がこれ話題になってるのはなんかマチョさんがお金を盗んだんでしょ 財布ごと盗んででそのお金の取り立て来てるんでしょ借金もあって。違ったっけそういう話だよね。で計算突き出す突き出さない話で淳君が筆頭に話題になってるって感じだよね。いやあんま知らなかった。うん。知ってるやん当たり前やん炎上ニュースやってる人間だよ。それぐらいちょっとした把握はしてるよね。 あの、キングスーツさんっていうね、ケイノスケ君のスーツを作ってくれる方が、あの、なんか、LINE で送ってきてくれたんだよ。うん。キングスさんが、その内容をなんか言ってくれた。でこういう配信者もいるって、キングスさんが来た、なんか。ね、この顔で30分間無言してる配信者だって。来た。おもろくない 名前は、えー、釣元直輝です。あ直に？え？火薬さん？直輝？これ火薬さんじゃないよね。将来の。嘘やろ。嘘じゃなくて本当だよ。キンキングスさんが言ってる。うん。ただき早く皿洗いよ、デブ。 誰に言ってんのそれはタオル貸してやれよあ確かにハゲてるからいや連絡誰も来てないよ別にうん誰かから来てたかなああとねメタル社長がねこんな動画を送ってきてくれたありがとう社長うしいわあありがとうございます うん、アンチじゃないよね改めて聞くけど23、ね、件来てるんだよ、うん、こ,こういうの来てる人類 ね、あの北斗の件で飛行疲れてお前はもう死んでいるって言って頭弾け飛ぶねシーンをこれねオマージュしてるこの動画をこう俺に送ってきた、ね、ど,どういうこアンチじゃないよねこれ心配だよねアンチなのうんでも20万円の席は取ってくれるから普通に囲い,いだと思うけどね普通に。 ねえだよねアンチじゃないよ本当にい,いじられていじられてるほど可愛いんできっとはいっていうことですよはいっていうことで短いんですけど、まあ、配信者の講座でしたえ一、ー、1時間やったんでねうーん いやいや、短くないよ。はい。明日はね、あのー、配信者のランク付け配信やります。夜。なので、まあ、配信者としての何が必要か講座でした。はい、ありがとうございました。ラーメンの仕込みあるんで明日。すいません。ちょ仕込まないといけないんで。 申し訳ないけど、仕込み入るんです,すいません。